ベクトルテーピングという服の上から貼れてしまうテーピングです。固めるんじゃなくって緩めるタイプのテーピングになります。これ世界初になると思いますので、肩の鎖骨に沿ってまっすぐと。皆さんこんにちは、リライフファシアの佐藤誠二です。今日はベクトルテーピングという服の上から貼れてしまうテーピングです。でこれはですね、五十肩、肩こり、それから巻き肩ですね、姿勢がこう前に巻いちゃってる人が、改善するという画期的服の上から、それもなんていうんですかね、固めるんじゃなくって緩めるタイプのテーピングになります。これ世界初になると思いますので、皆さんぜひやってみてください。はい、これがですね、ベクトルテーピングといってですね、画期的な方法です。で、肩こりとか五十肩の人ぜひやってみてください。これですね、だいたい15センチぐらいですかね、を切っていただいて、25ミリの幅のものです。キネシオテープ、普通に薬局に売ってるものですね、伸縮性ありです。でこれをですね、半分の幅に切っていただくという形になります。半分の幅に切っていただいて、そして肩、一般的には肩がこう前に行かないように後ろで固めるみたいな感じになると思うんですけども、実は前側に貼るだけです。前側に肩の鎖骨に沿ってまっすぐと、肩から鎖骨に向かってスーッと引っ張ってきます。これで1本ですね。それから筋肉のラインはこう顎から首につながっているというふうに考えて、今度は下からバッテンですね、バッテンを上に向かってスーッと、これ引っ張りすぎないことが非常に大切です。こういうふうに貼っていただく、服の上からで構いません。でこれ安物の服にしてくださいね、糊がついちゃいますから。でこの状態 でくるくるってやってもらうと、こちらの肩が上がりやすくなりますし、肩が実は筋肉っていうのは筋膀椎とか腱膀椎によって、軽く引っ張られるとこう押し返す役割があってですね、そうすると肩が落ちて開いてきます。見ていただくとこういうふうに開いてると、こっちが巻いてる状態になってると思いますので、そしてもう本当に でもね、血流も良くなってすごく軽くなります。足まで軽くなりますので、ぜひ試してみてください。長いこと貼ってるとノリがついてしまいますので、安物のシャツですねにしていただくと、アレルギーのある人でもテーピングができますので、あと可動域もこうバレーとかね、そういったあらゆるスポーツで可動域が良くなると同時に姿勢も良くなりますから、ぜひやってみてください。はい、ベクトルテーピングいかがだったでしょうか。あまり長いこと貼り付けるとノリがついてしまいますので、なんか安いシャツかなんかにしてください、すごく楽になったかと思います。もしよければですね、いいねとかコメントとかチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。